Hi everyone, it's Emmy. Welcome to 英語英会話一日聞いたこと。Today's 一日聞いたこと is Q1124. I have no other choice but to quit. これはどういう意味でしょう。3秒考えてください。OK! では答えです。答えは、やめるしかない。やめるしかありません。という意味になります。OK? こんなに長いのに日本語短いですね。やめるしかない。で、まあ直訳すると、私にはやめるという選択肢しかないという意味になります。OK? そしてこの but 何でしょうね、これ。さっきずっと考えたんですけど、なんかよくわからないので、そのまま覚えてください。OK? 僕が考えてもよくわからないのに皆さんにわかる必要はありません。いや、わからなくても使えるんですよ。なぜならそういうものだからという感じですね。OK? 例えばあれもそうですね。揚げ足を取る。なんで取るんだ?なんで引っ掛けるじゃないんだと。OK? もうなんかあるんでしょうけどね。別に知らなくていいわけですよ。いや。なので、これもまあよくわからないんですけども、まあそういうもんなんだなと思えば大丈夫です。OK? まあ前も言いましたけど、多分 get とかもそうです。皆さんすごいもうなんで、get ってどうやって使うのかわかりません。もう、なんかもう、あまりにもわからなくてもうすごいもうもやもやしてもうどうしようもないんですっていうくせに、I get up.At 7 every morning. 私は7時に起きますと、この get up と get は気にならないんですよね。で、きっと、いや、get up って、get up で起きるって意味じゃないですか。だから、なんでこれ get なんですか?いや、だって get up で一言起きるっていう単語ですからって、逆に僕は叱られます。OK? なので、なんですよね。I got married. 結婚しましたっていう時は、なぜか get、なんでこれ get なんですかってすごいこだわるんですね。いや、なので、これはもう、get married, 結婚するっていう一つの単語なんだから、それで覚えればいいじゃないですかっていうと、いやいやいや、get が気になってしょうがないですみたいなことを皆さんおっしゃいます。OK? So, こっちは気にならないのに、こっちは気になる。なぜでしょう?そうなんですね。これなんかもう小さい時というか、中学校、高校からもうよく聞いてるんで、もう get up で頭の中にインプットされてます。これあまり聞かなかったから、あるいは使ってないから、なんかインプットされないまま気になる単語として残っているというだけです。OK? なので、まあ、これもたくさん使っていればそのうち気にならなくなります。こちらもそうですね。気にならなくなるので、使ってください。OK? 知るというか、疑問に思う英語は、もう使っていれば、なんかこう親しみが湧いてきてですね、まあいいかということになります。人生よくありますね、そういうこと。よくわかんないけど、まあ、こう、仲良くなってくると、まあ、ちょっとぐらい、悪さしても、許しちゃう。っていうことありますよね。それと同じような感じなんで、ぜひ、英語にも、その、英語も使うことによって、そういう領域に達してください。OK?OK、そう、これ何でも使います。I have no other choice but to slap you.Slap. ペシーンですね。ビンタ。I have no other choice but to slap you. もうあなたを。引っ張ってくしかないわ。OK? 何か、そうですね。彼氏、旦那さんがこう悪さをした場合は、この表現を使ってください。I have no other choice but to slap you. って言って、ピシーンと、ぜひ、ぶったたいてあげてください。OK?英語をやはり使うのが大事ですからね。いや、これも、英語の表現って皆さんこう、どんどんインプットされて、たくさん聞いて、で、その、習った表現が、その瞬間、その使えるタイミングが来たら、なんか勝手に頭にひらめいて、それを使うと勘違いしてます。絶対そんなことありません。これはもう待ち構えてないといけないんですね。I have no other choice but to slap you. をずっと覚えておいて、そのタイミングが来たら、使うんです。Okay? そう野球と一緒ですね。野球がバッターボックスに立ってて、ボールが来たら打つんですよね。まあ違うな、その例。
頭の中では完璧に完璧な例が出来上がったんですけどね、実際口から出してみたらなんか違ったのでやめましょう。 OK、 焼きを忘れましょう。もう何でもとりあえず使ってください。そしてちゃんとこう使うぞと思って待ってると必ずその瞬間がやってまいりますので。 OK、 OK。 そして、もうこれ動詞原形入れればいいだけですね。 to があるから基本的にこの後 ing はつかないです。一個だけ例外があるんですけど、まあ、この場合は例外はないです。これは絶対そうですね。基本的に to の後は原型にしてください。一つだけ to の後にたまに ing、二つぐらいかな。ing が来る場合もあるんですけど、多分皆さんはあまり使わない表現なので、そんなに使わないですね。そうですね。なので覚えなくて、あえて教えません。Okay, so, 発音いきましょう。I have no other choice but to 何々。I have no other choice. I have no other choice. I have no other choice. I have no other choice.どこが言いにくいですかね。 I have no other choice. Have, V. 軽く、これなんて言うんでしたっけ、歯で、下唇に触れてください。 I have, have. これがすっごい湧いてる人がいるんですよ。大変ですよね。で、大変な発音の仕方は私たちはしないです。なんでこんなに発音崩れるかっていうと、ちゃんと発音してるとめんどくさいからです。大変ですね。 I have no other choice. I have no other choiceすっごい発音、喋りづらいです。なので、I have no other choice. 適当に発音するんです。OK? そう、英語の発音に関してはですね、皆さん正確に正確にと思ってるんですけど、いかに適当に適当にしていくかっていうのがポイントになってきます。OK? I have no other choice but to.、Okay? I have no other choice. I have. じゃあ、まあ V ちゃんとつけましょうね。これ、何でしたこれ。歯を下唇に当てるだけ、軽く当てるだけでいいです。I haveNo other choice. No other. The. しっかりやりましょう。The. I have no other. Okay? で、よくこう下が見ると恥ずかしいみたいなことを言う人はいるんですけども、喋ってるとき人の口見ないです。だいたい目しか見てないので、いちいち下が出てるとか見えません。Okay? 下が見えて恥ずかしいとちょっと自意識過剰です。Okay? なので、今度私の講座に参加したときに、ちゃんと TH の発音をやらない。こう舌をちゃんと正面から見て見えるようにやらない。方は、あ、この人、自意識過剰なんだなって思うので、ちゃんと TH の発音やってください。OK? Alright, so I have no other choice. チョイスは普通ですね。あれやですね、日本語でチョイスするとかいうのも、もうイライラきます。OK? チョイスするじゃないです。チューズするです。OK? So, アナウンサーの皆さん、そしてナレーターの皆さん、チョイスするというふざけた日本語、英語、英語、日本語はやめてください。チューズするにしましょう。OK? チョイスするもイライラくるんですよね。OK? なんで、これからチューズするにしてください。OK? OK, so, I have no other choice but to quit, but to TT ですね。この、いつも言ってますけど、こういうやつですね。ニコちゃんマークでつなぐんです。but to, 何 ?but to, で、なんか続くときは、but to quit, to ぐらいで止まっちゃいますね。But to quit. I have no other choice but to quit. I have no other choice but to slap you. I have no other choice but to stop smoking. I quit smoking. Stop. No, yeah, quit smoking. I have no other choice but to quit smoking. もうタバコやめるしかありません。OK? という感じです。OK, so, まあ、チューズする。あ、チューズじゃなくて、何でも丸したのかな。まあいいや。I have no other choice but to quit. Quit って言いましょうか。もうやめるしかありません。なので、必ず、ポイントとなるところだけとりあえず押さえてください。OK? で、そこが押さえられるようになってくると、慣れてくるので、他のところに意識を向けることができるようになります。ただ、まあ、リスニングもそうなんですけども、リスニングできないうちっていうのはもう、新しい表現とか単語とかを学ぶという次元の話ができないというか、そういう気持ちにならないんですね。あまりにも聞くことだけで精一杯になっているから、新しい単語とか、なんか それの前に、もう聞こえないっていう。だから他のとこ意識はいけないんですね。だから、リスニングができると、もう聞こえるは聞こえるは聞こえるけど、この表現どういう意味なんだろうって、そっちの方に意識が行くんですね。OK? なので、で、リスニングできるようになるために発音やらなきゃいけないから、発音最初からもうどんどんやっといた方が、利口でございます。OK? そう、発音やって、リスニングやって、単語文法にどんどん進んでいけるので、逆からやるとですね、結構大変です。Okay? なので、こっちから行きましょう。OK, では発音練習いきましょう。I have no other choice but to quit. OK, 適当に適当にいきましょう。
I have no other choice but to quit. I have no other choice but to quit. ゆっくり行きましょう。I have no other choice but to quit. I have no other choice but to quit. I have no other choice but to quit. Okay? Okay, so, この発音ですね。まず、まあ、ゆっくりでもいいです。ゆっくりなんですけど、ちゃんとそのつなげた発音、実際の発音で発音してください。で、ゆっくりができるようになってきたら、スピードアップしましょう。まあ、最初からある程度普通のスピードでできる方はそれで構わないんですけども、ちょっと発音しづらいっていう方はおそらくちゃんと発音しようとしすぎてるだけなので、適当に適当に発音するためにはこのゆっくりこの表現を発音する練習をしましょう、okay? でも絶対に I have no other choice but to quit と発音しないでください、okay? これはやめましょう。ちゃんと実際の音で発音してください。で、何でもそうなんですけども、ゆっくりできるようになってくれば、早くできるようになります。で、ゆっくりはできるか、早くはできないという方は、練習量が足りないだけなので、まあ、ただ練習すればいいだけです。Okay? よくこう練習量が足りないというと、あ、やっぱりそうですよね、みたいなネガティブになる人がいるんですけども、No. それはダメです。Okay? Don't do that. で、練習量足りないだけなんですよ。練習すればいいってことじゃないですか。Okay? なので、あまりいちいちそういうことで悩まない。ふてくされない。Okay? Alright. では、あとなんか言おうかなみたいなことあったんですけどね。ないな。まあ、いいか。Okay. I have no other choice but to quit. Too legit to quit. 近いですね。Too legit to quit. 懐かしいですね。MC Hammer。あの時はもう Hammer でしたかね。かっこよかったですね、当時は。なぜですかね、今見るとダサいんですね。でもあの時はもうこれ以上かっこいいものはないだろうっていうぐらいかっこよく見えましたね。そしたらバニラアイスがやってきましたね。バニラアイス懐かしいですね。今見るとやはりあのダンスちょっとダサいですよね。でもあの当時はもう最先端、いや最先端どころじゃもう未来のダンスのように見えましたからね。 OK OK anyway、thank you very much for watching and I will see you in my next video lesson. Alright, till then. Bye!